僕の名前はアナキン・スカイ・ウォーカー。俺の将来の夢はプロゲーマーになること。先日夜中にゲームをやっていることが母にバレてしまって、ギッタギタのメッタメタにされてしまったが、懲りずに俺は隠れながらゲームをやり続けている。だが最近大きな壁にぶつかっている。そう、課金だ。プロゲーマーを目指す俺にとって初期スキンでやり続けることは最大の屈辱だ。だが僕は所詮小学生、親に課金などもちろん許されていない。最近母の目を盗んで落ちている小銭を拾っているが、未だ1ドルと83ヨーロッパセント。たったこれだけでは到底課金する金額には及ばない。そこで俺は今日とあるミッションを実行する。それは母の財布から現金をいただくこと。私はアナキンの母。私は最近妙なことに気づいている。それは私が落とした1ドル38ヨーロッパセントが消えてしまったこと。ちなみにもちろんこれはわざと。最近あの子がやたらお金を欲しがるから餌として撒いたの。そしてこれっぽっちのお金であの子が満足しないのも私は分かっている。あの子はここ数日の間に私の財布を目当てに忍び込んでくるはず。つまり私のミッションはあの子の犯行現場を抑えること。時刻は午後10時23分。母はどこに着いたようだ。計算通り。よし、眠りも深くなったようだ。作戦開始。財布はどこだ。あの中か。よし、行くぞ。あった、財布だ。危なかった。さすがは元 FBI の母。些細な物音しか立てていないのに急に起き上がってきた。あまりのことに3円しか盗めなかった。次はもっと慎重に行かなければ。よし、寝てるな。行くか。アナキンちゃん、ふう、危なかった。あと 0.00009 秒しゃがむのが遅れていたらバレていた。あまりのことにコンドームしか取れなかった。次はもっと慎重に行かなければ。よし、寝てるな。行くか。ワンちゃんだったのね。ごめんなさい。ふう、危なかった。さすがにヒヤヒヤしたが、ワンちゃんのホログラムを置いといて正解だった。
焦ってしまって1万円しか取れなかった。次はもっと慎重に行かなければ。よし、寝てるな。行くぞ。目を開けて寝てるだけか。よかった。これは1億円。これは大収穫だ。よし。ヒヤヒヤしたが作戦成功だ。さあ今日の戦利品を数えるとするか。どういうことだ、これはまさか偽物。ん？これは